カーシー博士の INTP の紹介をさせていただきます。ザ・アーキテクト、建築家とありますね、はい、これ多分聞きますよ。また建築家は INTP じゃありません。来ますね。紛らわしいことしないでください。はい、はい、そういうのはもうカーシーですって、そういうのはもう、はい、僕は消すんですけど、はい、はい、建築学は空間関係の科学であり、組織構造構築構成を扱います。建築家は非常に若い頃から空間相対性とシステム設計に心血を注ぎます。しかし INTP は建物やその橋梁、橋ですね、機械のような三次元空間だけに興味を持っていると考えるべきではありません、まあ、建築家って言ってますけどね、はい、はい、ね、彼らはカリキュラム、企業、そしてあらゆる種類の理論的システムの建築家でもあるのですと、うん、言い換えると INTP は体系的な構造を設計し、構造モデルを作ること、構築する人を目指す人たちですと。 INTJ みたいに解決じゃないんですね、はいはい、組み立てなんですね。組み立てじゃないですか。こっちの先が大事じゃなくて、これを作ることが大事なんじゃないですか。ちょっと僕はこの INTP さんの方に、はい、あのよりユーモアを感じてます、はい、それやっぱり P と J の、まあそうかもしれないですね。なんか許してもらえる気がするんですよね、それもありだねって、うん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 、まあ興味がなさそうですもんね。興味がなさそう、はい、INTP は自分のやってるこれに興味がある。ああ、だから許されてるの。はい、面白がってくれてるわけじゃないな。そこが面白い部分であれば面白がるかもしれないですけど。なるほど。 J の人は問題解決じゃないですか。そこ間違ってるようですからね。はい、はい、これらの建築家 INTP は皆、はい、世界というのは自分たちの設計に合わせて形を変えるため の材料に過ぎないとみなし、座標線によって区切られた形を持たない石が自分たちの設計に屈服しなければならないと考えています。カーシー流の言い回しが、はい、地球儀のことを言ってるんですかね。これは座標線によって区切られた形もない石っていうのは、はい、地球のことですよね。これはいや空間じゃないですか。なんか、まあ、何にもないところみたいな。世界を自分たちの設計に合わせて、はい、世界というのは世界、はい、自分たちの設計に合わせてこれは形を変えるための材料に過ぎないとみなしている、はい、世界をね、世界をよってこの座標線によって区切られた形のない石っていうのは、はい、僕は地球のことだと思ったんですけど、はい、なんで世界のことじゃないですか。世界を作るいろんな形のないものがいっぱいあって、はい、それを自分たちが組み立てていくみたいな。でそれを屈服しなければならないと考えていると、はい、地球儀というか地球じゃないですか。地球、まあアース、はい、実際、はい、INTP は年を重ねて他者たちが自然法則の理解を偽装していることに気づく頃になると、自分こそがマスターオーガナイザーであり、自然と社会に対してこの自然の材料から秩序を作り出すための絶え間ない努力をしなければならないと考え始めますと、うん、まあ、歪みがあるんでしょうね、彼らからの目で見ると明らかにおかしいところがある、はい、うん、それを人たちはルールって言ったり楽しいからってやったり、はい、僕の理想はさって言うのをやってるけど、はい、彼らからするとおかしいと、うん、って見える、言うと僕の言う通りにやればいいみたいな、はいはい、支配者である合理主義者が秩序の支配者であろうとするのに対し、建築家である合理主義者は組織の支配者であろうとしますと。組織の、あの要は、はい、とか ENTJ、 わかった、マスターマインドなので、はい、INTJ です。
INTJ、はい、INTJ は支配者っていうのは多分マスターマインドを支配者って訳してありましたが、はい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 、申し訳ありません。マスターマインドなので INTJ ですね。 INTJ は秩序の支配者になろうとする。 INTP は組織、うん、人ってことですかね。何ですかね。そうです、ね、秩序、まあ、人がコントロールするものみたいな、なんだろう、秩序。でも、まあ、この INTJ で出てくるのは全部、はい、決めておきたいっていうのが、はいはいはい、そのやり方を全部、はい、起こりうる決め起こりうることを想定して全部決めておきたい、まあ、秩序ですね。ルール、規則、そうですね、はい、を全部決めておきたいっていうのが INTJ、はい、ではなくて、この INTP さんは組織というものの、も組織というのも、でも構造って、まあ、仕組みみたいな話じゃないですか。機械だけじゃなくて、はい、まあ、世の中の構造、構造主義とか言うじゃないですか。もっと大きな枠組みみたいなものですか。枠組み、人々はなんでこのように行動するかみたいなのが構造主義ですよね。こういう環境があるからこういうふうに人たちは行動してるが構造主義ですね。構造主義ですよね、はい、構造が先にあるからみたいな、はい、の構造じゃないですか。秩序っていうのはまあルールってことですよね。これはこうするといいよ、構造とか関係なく、ね、こうしなければならないっていうのを全部決めたいのがマスターマインド、うんうん、はい、でこの人はなんかどうすべきか、みんな組織図ってあるじゃないですか。はいはい、僕は組織図をイメージしたんですけどね、はい、組織図を先に作っちゃうと、うん、そうするとなんかもうルールも内包されてるような感じがするじゃないですか。はい、本当は違うけど構造ってことじゃないですか。僕のこれは構造じゃなかった、まあ、構造だけどなんかもっと深い構造みたいなことじゃないですか。この人はこういうことが得意だからこの人はここに配置するのがよくてみたいな、こういうふうに回すといいんじゃないかみたいな、構造を知りたいみたいなところ。それはルールではないんですね。ルールではない、ルールではないというか、まあ、ルールにするともう向いてようが向いてないなかろうがあんたはこれをすべきみたいなところあるわけじゃないですか。ちょっとうっすらです、理解、はい、理解度は。みんなこのルールに従うべきみたいなのがルールじゃないですか、はいはい、私それ向いてないからやりたくないみたいな。今ね、なんとなくしかまだ理解は、はい、もう NT はみんな建築家でいいよとまあそうですよね、はい、あの理論設計して組み立てたい人たちですよね、はい、エレベーターでチーンとかじゃないですもんね。どういうことですか。あ、要はなんて言うんだろう、はいあの積み重ねて、はい、いやブラックボックスが嫌いな人、ブラックボックスの中も理解したい人、はい、エレベーターでブラックボックスじゃないですか。エレベーターも作ってる人は知ってますよちょっと体調と話が合わんなルールは縛るものかというようなコメントをいただいております、はい、まあ、計画みたいな感じですよね。計画っぽいですよね。ルール、 INTJ さん、目標があってそこに向けての計画だからね、僕の中ではちょっと違うかもしれないんですけど、はい、INTP さんの中には、はい、そのINTJ がやってるようなルールはあるけど、はい、大まかに箱だけ作ったよ、はい、あと自由にやっていいよっていうのが、はい、INTP の印象ですその INTJ は、はい、多分先に全部ルールを決めたい人じゃないですか。ゴールがある、ここゴールがあるんだったら今想定できるものを全部こう計画して、リボクです、はい、こう計画してそこに進んでいきたいみたいな、キングダムのリボクです、はいはい。で INTP は、いや情報は変わるかもしれないよねみたいなこうこっから敵が出てくるかもしれないじゃないですか。あとやっぱり最低限の箱、はい、最低限のゴールだけ決めといて、あとはこう自由にやっていいよっていうか、情報が目を、あ、都度です、ね、ずっと目を光らせるみたいな、都度なんかたらこう引っ張ってくるみたいな、なるほどみたいな印象を持ってます、はい、はい。構造は全体的に存在するような。でカーシーに戻りまして、プラトンの合理主義者、アリストテレスの弁論家の、まあ、理論家かもしれませんのバリエーションである INTJ は他の NT タイプとほとんど違いはありませんと。すべての合理主義者と同様に INTP はコミュニケーションにおいて抽象的で、目標達成の実践方法においては
実利主義的ですと。彼らは、科学を専攻し、テクノロジーに夢中になり、システムと上手に働きますと。彼らの視点は実用的で懐疑的で相対主義的であり、空間的交差点と時間間隔に、まあ、インターバルでしたっけ、はい、に、焦点を合わせていますと。なんで、まあ、SP が今、はい、NF が未来、はい、SJ が過去、はい、この人はインターバルだと、はいはい、その時々みたいな話ですよね。なのか、まあ、全部まあ区切ってるんですかね。イベントごとに区切ってるというか、イベントごとにみたいな感じじゃなかったでしたっけ。ああ確かそのような、何か起きた出来事ごとに、はい、彼らの自己イメージは独創的で自律的で断固たるものであることが基盤となっていますと。可能であれば彼らは落ち着いていたいと考え、理性を信頼し、業績への飢餓感があり、知識を求め、尊敬を大切にし、科学と技術の魔法使いになることを目指しています。あ、まあ、これはもう ほぼ NT がそうですもんね。そんな彼らなんですけども、建築家はとても珍しく、人口の約 1% しかおらず、日常の場所で見かけることはなく、見かけても認識されないでしょうと。これは悪口ですよね、カーシー流の悪口ではないです。あ、そうですか。見えないって言われてますよ。見えなくていいんじゃないですか。あ、そうなんだ。目立ちたい人からすればそう、もう大問題と思ったんですけど、はい、このタイプの合理主義者にとって、世界は、分析され、理解され、説明されるために存在するんだと。外的現実自体は重要ではなく、アイデアの有用性を確認するための単なる舞台に過ぎませんと。重要なのは宇宙の基礎構造が明らかにされ、それが説明されることであり、宇宙について述べられることは全て整合性があり、冗長性がないように正しく述べられることですと。 INTP にとってこのような基本構造に関する好奇心が原動力であり、他者が自分の考えを理解するか受け入れるとか、そういうのはほとんど気にしていませんと。建築家は可能な限りあらゆる方法で学びます。観察したり行動を起こすことで知識を得ることができれば、それは価値のあることであり、そうでなければ価値はありませんと。これを読んで、はい、INTP だって言える人は、はい、本物ですよ。はい、なんでことですか。アイデア命ですよね、はい、考えること、アイデア試すことっていうか、まあ知ることじゃないですか。メカニズムを、構造を、なぜこうなってるのか。あ、それは発表しなくてもいいのか。別に発表しなくていいし、他の人が分かってもらえなくてもいいって言ってました。言ってましたね、はい、だから自分が納得さえすれば。喋りたくならないんですかね。喋りたくなっても喋るだけなんじゃないですか。なんか INTP の人喋りそうな気もするじゃないですか、そこ続くと。あ、はい、あのツボをね、ツボで、そういった時にバーって喋るけど、周りがポカーンとしてても一向に気にしないみたいな。なるほど、はい。ってことは INTP だよって言ってる人はその自覚があるってことですかね、はい、その自覚があるってことじゃないですか。この建築家 INTP、 建築家は自分自身と他者における知性を大切にし、現実世界が構造化されている技術的原理や自然法則を常に探し求めているように見えますと。決めてないんですね、うん、確かに決めてない、決めてないですね。 INTP の認知スキャンは NF タイプのような全体的で拡散的なものではなく、逆に建築家は手持ちの問題に関連する情報だけに検索範囲を限定するため、他のタイプよりも集中力に優れているように見えますと。分析に没頭することがあり、思考プロセスに一度はまると、そのプロセスにはまるで意思を持っているかのように進み、
問題の複雑さをすべて理解するまで粘り強く取り組みますと。さらに INTP は一度何かを知るとそれを忘れません。統一性と多様性の法則を把握したいという強い思いを欲求を持つため、エンジニアリング能力が低かったり向上心が欠ける人たちに対して少し傲慢になり、インパティエンス、イライラを示すことがあるかもしれません。残念なことに彼らの独創性へのプライドは時に他者からの敵意や防御的な行動を引き起こす可能性がありますと。まあ、コミュニケーションは苦手そうですね。はい。まあ、内向なんで。俗に言うコミュニケーションは苦手そうですね。はいはい、バカに見えるんですもんね。向上心のないやつは。まあ、そうなんじゃないですか。なるほど。